グロリア台風は1949年7月に沖縄地方を襲った台風である。進路図、グロリア台風は1949年7月23日の昼過ぎから夜にかけて沖縄本島の南海上を北西進し、久米島を通過した。米軍のカデナ基地では最大風速秒速46.4メートル。 最大瞬間風速秒速64.5メートル、降水量98.3ミリメートルを観測。この猛烈な風により、沖縄諸島では38人の死者と252人の負傷者が出たほか、重火の前半回3929個、公共建物の前回555棟など、戦後最大級の災害となった。米軍の施設や弊社なども、 およそ50%が破壊され、北中臼区村彦地区の琉球米軍司令部に、至っては4分の3の諸施設が破壊されるなど、甚大な被害を受けた。地念高台にあった沖縄民政府のバトラーは、風速秒速43.8メートルの風に吹き飛ばされ、総務部、社会事業部、官房関係の書類は、水浸しとなった。それをきっかけに、関係者が宿望していた。 民政府の那覇移転が実現することになった。当時、石川から東女、さらに地念の高田へと民政府は米国軍政府の尻を追いかけるように点々と移っていたが、沖縄の行政府の位置は離島との関係などからも、どうしても那覇に持っていくべきだとして、それまでも折に触れ軍政府には要請したものの、実現しなかった。しかし、この台風の襲来により、 在中米軍は施設の本格強化に乗り出し、沖縄民政府の那覇移転が実現した。特に同年10月1日の中華人民共和国の成立と合わせて、この台風は米国軍政府の沖縄統治の方針に大きな影響を与えたと言える。この台風により、軍政府は沖縄の建築様式を企画住宅のようなものではなく、 高級的なものにしなければならないと考えるようになった。グロリア台風の影響で沖縄では多くの木造住宅が倒壊したため、これをきっかけに台風の多い沖縄では住宅の非木造化が進んだ。現在沖縄県の住宅は実に95%が鉄筋コンクリート造りであり、全国平均は42%であるため、鉄筋コンクリート率は日本一となっている。 ありがとうございます。